はいどうも、ギニーです。ということでですね、今回はですね、イベントメダルの更新日になっていきます。はい、なんで今回のラインナップを見ていきましょう。まずはですね、こちら、魔術師メダル。敵を KO した時ね、スキル1のクルテンを6パー短縮していく。まあ、これも前回ね、あったと思うんですけども、はい、まあ、こういう特性はね、結構良くて、で、これ、シャボンディ諸島、そうですね、こちらの青ハンコック、赤ハンコックと組み合わせて、この赤ハンコックがですね、優勢時スキル1短縮になっていくので、まあ、シャンクスとかにつけていくのは全然ありなのかなというふうに思います。ただし、シャンクスに絶対それって言われたら絶対ノーなので、はい、今回は却下していきましょう。はい、で続いてこちら、ビスビスメダル。体力が30倍以下の時にクリティカルが20秒間。もうクリティカル系のね、こういうなんか時間の、ナンパアップ、もうこれはもう正直ゴミです。はい、で続いてこちら、敵に燃焼状態にされた時スキル1のクルタイム。敵に燃焼するキャラクターといえば今エースぐらいしかいないんで、まあそのエース環境でもないので、この固有特性が生きる環境ではないですね。ただ今後その燃焼環境とか、もし来るようなのであれば、まあオリンみたいなね、ああいう環境が来るのであれば生きてくるとは思うんですけども、今の段階はこれは全く必要ありません。はい、で続いてこちらですね、ペトロンメダル。自分がお宝を奪取した時スキル1のクールタイムを 5% 短縮していく。まあこういう特性はね結構いいんですけども、タグがゴミすぎるんで、はい、正直、もうこれはゴミ。はい、で続いてこちらですね、ワンダーメタル。はい、敵を完全状態にした時移動速度が20秒間 3% 増加していくと。はい、いうことで、まあこれ2価につけてね、雷ファーってやったらね、移動速度が20秒間 3% 増加する、やったーってなるかもしれないけども、ディフェンダーなんで自陣に折れかす。はい、ということで、これは OK と。続いてコブラメタルと、自陣のお宝エリアにいる時スキル1のクールタイムを、13% 短縮していくと。ただね、まあこれアラバスタ系のね、タグは本当ね、もう良くない。はい、なんで、これが映えることはないでしょう。はい、で続いてこちらですね、バッファローメダル。自分がいるお宝エリアに味方がいないとき受けるダメージが 3% カット。まあディフェンダーにね、つけていってね、カチカチにしていくのは全然ありだと思うんですけども、どっちかっていうとね、もうね、最近はもうスキル環境になってるんで、スキルをガンガン回した方が圧倒的に強いんで、いらないです。で続いてこちら、デュアマンテメダル。クリティカルが発生した時にスキル2のクルテンも 3% 短縮していくと。はい、まあこれ歌ちゃんとかにね、つけていってね、吹っ飛ばしを短縮していくっていう手もあると思うんですけどもね。はい、まあただ、まあ、タグの方もドレスローザで、結構合わせやすいものになってるんですけど、今の段階で、まあ、歌ちゃんの使用率が低いっていうのもあるし、このドレスローザとそのクリティカル系のうまい合わせ方がないんでね。はい、まあ、今後にちょっと期待してっていいんじゃないかなっていう感じですね。今の段階ではマジでいらないです。はい、で続いてこちら、ドレスローザのメダルですね。あ、もうなんて読むかわかんないです。はい、自分がいるお宝屋に味方いないときスキル1の、短縮速度が 10% 増加と。で、まあこのレベリーのやつなんですけども、もうタグがゴミすぎるよね。ヘルメッポ軍曹嫌い。はい、で続いてこちら、フェスタメダル。なんか顔が気に食わん。はい、で続いてがこちら、サンダーソニアメダル。これはもうね、2回くらいもう来てんちゃうかな。うん、敵を KO した時にスキル2のクルでも、8% 短縮していくと、いう感じですね。まあこれが、先ほどのね、こちらですね、このハンコハンコと組み合わせたらいいよっていうのを、こちらがですね、完成形なんじゃないかなというふうに思います。はい、なんで、メダル編成は後でちょっと見せていくんですけども、ハンコックと、組み合わせていくと、まあアタッカーにね、かなり、スキル短縮が加わって、強くなっていくメダル編成になっております。はい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、さあレッドシャンクス。まあでも今回のイベントメダルね、まあ別にもうね、何回も復刻してるから、まあ正直ね、まあ買わない人の方が多いんじゃないかなと、まあ個人的には思うんだけどね。ただね、イベントメダルっていつ株が上がるかわかんないんだよね。特にあのね、結構癖のあるこういう特性とか、だから一番わかりやすいので言えばぐるぐる巻き。もうあれなんて当時、いやこんなん使うんって言われてたからね。まあ、なんでほんとロマン編成として使ってたのが、今環境じゃもう必須のイベントメダルになってるよね、ローちゃんね。だからそう、まあイベントメダルはね、どんな種類でも持ってて越したことはないです、マジで本当に。はい、よいしょ、からのぶっ刺し、オッケーナイス。いや、ちょっと待って。いやー、待って。はい、ワン。アイからのワン。はい、オッケー。ワン。アイからのワン。はい、ワン。オッケー。一旦帰ろう。無理。で、おい、よいしょ。はい、騙されました。ありがとうございました。
ああ生きてる生きてる生きてる、あぶねえ。いやーちょっと待って、ちょっと待って、踏んづけんなよお前、命の恩人やろ。ちょっと待って、命の恩人やろ、命、おいお前そんなことすんな、お前、じゃあお前にはもう取ってく、左腕返せ。オッケー、うん、さあ、全然食らわん。はい、よいしょ、分かってる分かってる、手繰りたかったよね、もう分かってます、見てますと。はい、んじゃあもうとりあえずブーストなんで、はい、おっちんしていきましょう。あ、来い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 、殴ったか、ロゾロゾとか言ってもらうけど、おい、ドゾロがなんかぶち当てた、あれあぶんな、ほんまに。よいしょ、待って、はい、オッケー、うん、で吹っ飛んでいく、さあ、でちょっと裏入りやろう、ちょっと待って、はいはいはい、からの、あ、吹っ飛ばそうか、はい、オッケー、よいしょ、うぅポンポーンってカーン言うてたな。はい、おい、なんでコロコロゴロゴロロジャーとか初めて見たんやけど。でーからの、とりあえずぶっ刺す、いやー、あかんか、よいしょ、オーケーナイス。んーで、ちょっと待って、はい、ワン、はい、うわ、もうバグってるやん、もうバグってるますやん、ほんとに。あれ、どんな画面になってるんだろうね、敵の画面って。んー、だってもう動いてるやん。あれ、どんな画面になってんやろな、ほんま。で、さあ、ちょっと待って、あー、下降りんね、相手からの、はい、挙手、はい、オーケーナイス。んー、でも、もうこれ最大ぐらい上がってんのかな、さあ、ワン、うん、いや、これちょ、やばいな。うわー、教習も何もない。いやー、その雷は。雷は、うわー、また、せっかく2階までとついたのに。はい、よいしょー、オーケーナイス。危な。で、これ、下やばい、下やばい、下頑張れ。んーで、いや、とりあえずここ取っておくよ。オッケーオッケーオッケー。んで、さあ、とりあえず、あ、もうちょっと血にくい後ろの人にあげて、オッケーオッケー、んで、ナイス。で、からの、だよし、いけるやろ、いけるいけるいける、ちょっと待って、でからの、はい、挙手、はい、OK です。さあ、ちょっと待って、OK、ありがとう。さあ、てなわけでですね、2戦目やっていきたいと思います、よろしくお願いします。はい、いうことでさ、頑張っていきましょう。うん、てかさ、さっき思ったんやけどさ、これシャンクスじゃなくてカルガラじゃね、これカルガラめちゃめちゃ悪くない？だってスキルに行ってさ、あのハンマーの方でしょ、1耐え続けるあのハンマーを鬼短縮このサンダーソニアでしてったらめちゃくちゃいいんじゃね。あ、え、大丈夫それ。あかんで、バカムサリの時にバジュラングガン絶対したあかんで。バジュラングガンしてへん方が瀕死。はい、でこれノーランド飛ぶ、どっち、どっち、いや、この意思疎通が取れへんだ。どっちどっち、俺もお前を死にしてたね。あ、でも可否使った。ってことは、はい、ってことは、わ、大チャンス。あ、飛んでくるんかい。で、じゃあ、まあ、このまま任しといて、の、んーで、あ、ロジャー来てるな、ロジャー来てる。ちょっと待って。逃げるか、逃げるか、逃げるか、逃げるか。うん、でもないんだよね、何も。はい、からの、サワン。いや、ナイス、ナイス、それは。めちゃくちゃダブルキル、ディフェンダーが。で、あ、シャンクスね。はい、シャンクスは、アンクルや。任せなさい、こっちに来なさい。はい、あ、ごめんなさい。まあ、ノーランド、もう一回こっちに連れてきてほしいな。で、じゃあ、来ると思うが、まあまあ、多分、俺が追っかけるより、ノーランドがこっち来た方が早いんで、で、ちょっと待って、あかんわ、それ。ちょ、キッド、ブーストやから、逃げて逃げて。あ、まあ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 、ちょっと待って、これシャンクスしばかなあかんな、結構バフかかってるか一人。で、ここ、はい、オーケーナイス。で、はい、教習を、あー、教習じゃない、はい、オーケーナイス、一つオーケーナイス。で、ちょっと待って、どうする、で、どうする、シャンクス、はいはいはい、あいからの、はい、ワン、あいからの、はい、ワン、あいからの教習、はい。で、ここ、はい、オーケー、で、ワン、え、なに、バグってるバグってるバグってる。で、で、ここやろ、はい、オーケーナイス、ワン、ツー、はい、オーケー。で、あと一発、あと一発。で、1。オッケーオッケーオッケー、でかいでかいでかい、ナイス。さあ、多分バフかかってる方のシャンクスだと思うから、んー、ちょっとどっちがどっちかわからなくなっちゃった。さあ、で、ロジャー出てきたでしょ、で、ノーランド落としてあげなあかんから、で、ニカも落としてあげなあかんけど、さあ、オッケー、いやー、いけたか。んーで、ちょ待って、とりあえずこれはオッケー、ナイス。さあ、ちょ待って、このまま追っていきましょう、追っていきましょう。で、リスポーンだ、いた、よいしょ。あ、まあでも気取るか、大丈夫か。んーで、ちょっと待って、いや、それでか、ナイス、シャンクスに勝ったのでかいね。
さあで、あっちね、はい、それは折り際挙手、はい、オッケー、これで一応近くて、さあで、A1、I からの1、オッケー何もさせず、さあとりあえず一旦貯めておこうか。で、そこ取れそうかな、ワンチャン取れる、いけそうかな、よし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 、もうってか、もう大丈夫やろこれで、そこで、はい、ちょい、オッケーナイス、いや、これは勝ったね、オッケー、ありがとうございますということで、はい、それではですね、やっていきたいと思います。カルガラ、はい、ちょっと初めてね、ちょっとつけるんで、まあどんな感じになるかわかんないんだけども、さあ、まあとりあえずキルしまくって、スキルにをね、鬼短縮していって、ハンマーをもう全員にぶち当てていくということで、ちょっと乱戦とか入ったらえぐいことなりそうだけどね。一気に2キルとかしたらね。あー、でもそれとりあえず、ちょっと待って、ヤマト怖っ。あー、ちょっと待って、レイリー来る?ちょっと待って、あー、ロジャー、来る、ちょっと、ブイくっそ。待って、ロジャー後ろ行かしてもうた。んで、ちょっと待って、レイリー怖い。でからの、あ、それ当たらん。んで、回避。オッケーナイス。はい、ワン。アイからの、はい、ハンマー。あー、それね。オッケーオッケー。これちょっとジャスケされるから、危ない。で、よいしょ。で、ワン。アイからの、ワン。オッケー。で、これスキル2短縮やろ。んで、あれ、ちょっと待って、遠いな。んで、あ、ノーラン飛んでくれた。ナイス。で、じゃあちょっと待って、俺がやろう。で、アイカに使った。これ無敵あるやろ。絶対無敵あるやろ。俺は飛ばへんで、そんな簡単な男じゃないからな。うん、そんな簡単な男じゃない。ちょっと待って、ロジャーを永遠に追いかけます。はいはい、ちょっと待って、やばい、ここ、最強じゃない。いや、お前も行け。で、からの、よし。こいつ、ほんまに化け物すぎる、マジで。マジで化け物すぎる。いや、えっぐい、今の。ガチでえぐいな。こいつフェスゲンが超フェス3体を、瞬時に倒す、この最強すぎんだろマジで。でワンからの、はい、回避使った、はい、オッケー、吹っ飛びません、はい、オッケー。でこれ回してても、はい、ジャスト回避、あージャスト回避まで、やだ、あー、ありがとうで、じゃあ、ロジャー芝生マンになりましょう。んで、はい、からの、よしよし、走って、どこまで走る?ん、でも、もう別にこれ回避ミスっても、あ、でも回避しちゃうんだよね。はい、ワンからの、ワンからの、はい、ワン、ツー。で、あー、よいしょ、はい、OK、ナイス。楽しすぎる。マジでこいつ強えな。さあ、とりあえず、誰やろっかな、次。まあ、とりあえずここでね、自陣ここしかない。I1 からの I1 で無敵。あ、ちょっと待って、痛い、2体やろ。ちょっと待って、またまとめて。はい。どんだけ殴られても私は1。ちょっと待って。ちょっと待って、2巻のとこいかんかったな。いや、全然いいよ。OK、ナイス。俺が殴った方が全然効く。ちょっと待って。でからの、はい、ワン。アイからの、ワンからの、はい、ここ。ちょっと待って。めちゃくちゃ相性いいわ、これ。めっちゃいいぞ。ちょっと待って。でからの、あー、そこでワン。あ、逃げる。あー、もう、そんな追いかけます。で、あー、ちょっと待って。あー、降りてこない。で、無敵使う。あー、使わないね。よし。んでからの、はい、レイリーちゃん、ぴょんもう待って。めっちゃ強いじゃん。やばっ。